まあ、そういうリベンジという思いも、ね、はい、ありますし、まあ、いろんな思いが詰まった、ね、まあ、試合でもありますよね、はい。そして前半の45分がスタートしました。2020明治安田生命 J1 リーグの第5節、ヴィッセル神戸対清水エスパルスのゲームです。そうですね、前のティーラシのターゲットに、はい、まあ、そらしたタイミングで入ってくればっていう状況でしたね。竹内が出した後ちょっと古橋と接触をしました。ティーラシパスを出してシュート、インサイドで蹴っていきましたが、グラスの対応は分かっているでしょう。さあ、ここは中途半端なところを取った、ドーグラス、ドーグラス左足シュート、竹内が出してエウシーニョ、エウシーニョ左足打った、強いシュートを放ちました。前にティーラシ、金子が横に、カルリーニョス、金子、左足シュート、金子のシュートです。でそこにスペースがある、そうですね、速いボレーでニャー、決まりました。最後は古橋か、そうですね、ニヤニカルロメ、最初大崎ですか ね、 そうですね、前にやられたのは、はい、大崎が飛び込んでいったんですが、いたのは触ったのはその後ろ古橋です。そうですね、まあ、清水の選手の前でまあ、ボールをこう当てることで、まあ、コースを変えての、まあ、試合中お話ししましたけども、はい、こう先制点の持つ意味合いというのは本当に高いですし、はい、まあ、ダメージは清水は大きいかなと思いますね。まあ、公式戦はカップ戦も含めてまだ勝利がありません。後半の45分スタート、左エンド神戸、右エンドが清水です。前から来ましたね、はい、今度は奪って古橋、さあスペースが前にある、古橋運ぶ、古橋斜めに入れる、ドーグラスの足、ドーグラスの長い足が届きました。いや、ゴールキーパーの前でよく触りましたね、ドーグラス。これもカウンターからでしたよね、まあ、一気にこう入れ替わった瞬間、やっぱりこう FC の中に入ってきてますから、このサイドのスペースが空くんですよね。で斜めのドーグラスのラストパスから、まあ、よくこう足を出してゴールキーパーの前に触りましたね。ファンソックもおそらくドーグラスの足は出てこないであろう、まあ、予測の中だったですかね。まあ、一瞬、まあ、ゴールゲッターのところが本当に出ましたね、はい、ファンソック、竹内、後藤触って前を向いて中村シュート、イニエスタ、ヘナタウグストでした。古橋、いや来た、おー、ドーグラス、キャプテンマークはファンソッコがつけています。ちょっと時間していましたが、中村いいパスを出しました。金子、金子ターンをしてパスを出した、シュート、枠には行きませんでした。後藤、イニエスタのパスから坂井、クロスを入れる、ドーグラス、ポスト、古橋、古橋今日2点目、ドーグラスのシュートはポスト、最後は古橋です。まあ、ここで1回戻して清水のディフェンスラインを押し上げて、最後、坂井のスペースを空ける、で坂井のボールも完璧でしたし、まあ、ドーグラスのところで最初は、ね、本当決めきりなかったと思うんですけども、はい、ポストに当たったタイミングで古橋の前に転がってきて、まあ、非常に落ち着いてサイドに流し込みましたね。最後ゴールキーパーもまたですか。そうですね、まあ、浮かさないようにしっかりとこう、まあ、ミートしたような、ね、シュートが決まりましたね。フレッシュな選手は、ね、まだまだこう体力がありますし、どんどん前から、ね、行かないといけません、はい、ここチャンスになった、ワントラップしてシュート、1点を返しました、返しました清水。そうですね、神戸の、まあ、ビルドアップのところでうまくこう引っ掛けて、まあ、最後ねこうパスミスを西澤がしっかりとこう狙ってましたよ。右から藤谷、いやー、その藤谷折り返す、田中純也、パーを狙いました。拍手が起こるノエビアスタジアム。そして出していって豪華バウド、ここで笛が鳴りました。3対1、
ヴィッセル神戸勝ち点3を取りました。